はい、おはようございます。ラスカルでございます。今日はですね、六本木にありますこちら、よいしょ、三色鉄板クリさんにお邪魔しております。なんで今回チャレンジメニューの挑戦でして、まあ物はもう目の前に見えてるんですけど、こちらでございます。中性脂肪爆上げ3万盛りでございます。で、こちらのメニューの内容はですね、約重量が 6.5kg ほど、制限時間が50分、で成功の場合無料でして、ちょっといろいろなトッピングがあるみたいなんで、失敗の場合には3万円分のお支払いとなるみたいです。こちらのメニューですね、かなり作るのが時間かかるみたいでして、前々日までの要予約制となってまして、忙しさの時間とかの都合でね、ちょっとできない場合がありますんで、事前にお店の方にご相談ください。いや、ちょっと緊張しますね、これ。これ多分結構僕らでもしんどいというか、クリアできるか分かんないぐらいの量なんですよね。ほぼ炭水化物っていう、この一番やっぱ僕らの中でも食べにくい食材なんで、ちょっと今回は頑張りたいと思います。はい。行きます。よーい、スタート。はい。よし。いただきます。どっから行こう。とりあえず、まあ、焼きそばかな。いいよ。ちょっと冷めると固まっちゃうと思うんで、先に。このラスカルをちょっと崩すのがもったいないんだけど、うん、この身もうまい。これ結構やばいチャレンジですね、やっぱり。ソースに飽きてくる。うん、ソースソースソースですよね。ご飯うまっ。あ、これガーリックライス、めちゃめちゃうまい。ライス多いな。肉感覚で言うのサイコロステーキ 500g。 結構入ってますね。うまっ。
ちゃめちゃ美味しいですけど、食材がね全部水分がないもんなんで、そう、でも必要以上に水を取らなきゃいけない分、でもこれ食い切る頃にはおそらく水込みで8キロ以上絶対取るぐらいになると思います。
ごちそうさまです。うわうわちょっとね、久々にチャレンジで本気出しまして、なかなかね、食材に対して、まあ、いいタイムを出せたんじゃないかとは思います。まあね、というのも、まあ、僕の先輩であるマックスさんにね、ちょっとこの記録を抜いてもらえればなと思って本気を出したんで、ぜひマックスさんのチャレンジお待ちしております。